ニュースピックアップ。今朝はデイリー新潮編集部佐藤大輔デスクに今日発売の週刊新潮から話を聞いていきます。佐藤さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。さて、今週号の週刊新潮が大きく取り上げているのはやはりこちらの話題です。週刊新潮の告発記事から事態が大きくなっている自民党のパーティー券収入政治資金収支報告書不記載問題です。記事には安倍派裏金1億円超、怨念特捜の標的は松野西村高木、こういう見出しがつけられています。松野はもちろん松野博一官房長官、西村は西村康稔経済産業大臣、高木はパンツ高木剛国会対策委員長のことですよね。あ、そうですね、はい、この3人の立件を狙っているということなんでしょうか。はい、この3人というのがですね、まあ、本当に今の政権ナンバー2のですね、官房長官をはじめ、まあ、現役の閣僚、それからまあ自民党のまあ中心メンバーというようなこのお三方ですので、これ安倍派に限ってみますとですね、この松野さん、西村さん、高木さんのお三方に、萩生田政調会長と、それから世耕参議院幹事長を加えた5人がですね、いわゆるその清和会5人衆と呼ばれてまして、はい、その5人のうち3人をですね、立件できれば、まあ、特捜部としてはですね、今の政権に大きなダメージを負わせることができるのではないかというふうにまあ考えているんですね。逆に言うと、萩生田さんと世耕さんを立件しても、それほどダメージにはならないってことなんですかね。いえ、全然そういうことじゃないですね。はい。まあ、5人のうち3人だけが大物ということでは全然なくて、まあ、この、3人が狙われているというふうに言われているのには、まあ、当然、理由があります。はい。まあ、その詳細はまた、後ほどお話しますけれども、時効の問題など、そういうのも、まあ、絡んでいまして。あ、時効の問題なんですね。まあ、それにしても、東京地検特捜部、どうしてこのパーティー券収入の不記載の問題の摘発にかなり力入れてるんでしょうか。実はですね、東京地検特捜部は、2010年に大阪地検特捜部の不祥事ですね、煽りを受けまして、体制の縮小を、まあ、余儀なくされたんですね。で、それまで、二班体制で、独自の捜査を行っていた特殊直告班という班がですね、一般体制に変更をさせられたんです。はい。これ、つまりですね、特捜部の中でも、まあ、花形というふうに言われている政治家の汚職事件などを手掛ける独自の捜査部門が、これがもう縮小されてしまった。はい。で、その結果何が起きたかというと、国会議員が絡む事件の立件が、まあ、かなりこうしづらくなったというふうに言われているわけです。まあ、こういった背景もあってですね、今回の捜査には、これも特捜部としての意地を、感じると。まあ、そういったものがやはり見え隠れしているように思いますね。それで今回大物の検事が投入されているってわけなんですね。そうですね。今回その事実上捜査を取り仕切っているのは最高検の森本博史刑事部長という方でですね、はい、この方は東京地検特捜部の部長時代に文部科学省の汚職事件であったりカルロス・ゴーン事件ですね、はい、そのあたりも手掛けた非常なこれも剛腕な検事としてもこれ非常に有名です、はい、で2019年には特捜部として実に10年ぶりとなる現職国会議員の印首を挙げたことでも知られています。はい。で、まあ、これが秋元司元議員によるいわゆる IR 汚職事件ですね。はい。でもそんな大物が今回の捜査仕切っているとなりますと、これ自民党側に立つと不安で仕方がないでしょうね。まあ、そういう面もあると思いますね。実際これ、森本刑事部長はですね、今回の件で部下に対して、まあ、事務方を立件するだけでは絶対にダメなんだというふうに、まあ、非常に厳しく、まあ、発破をかけているそうです。それはどういうことなんでしょうか。まあ、事務方というのは、いわゆるその秘書であったり、それから、まあ、党の職員であったりとかですね、そういう人たちを意味するんですが、そうではなく、もう、国会議員を立件しろと。で、しかも、まあ、森本さんとしてはですね、安倍派、いわゆる清和会に、司直のメスを入れる機会を、まあ、これまで伺っていたっていう話もやっぱあるんですね。安倍派、清和会、狙い撃ちってことですか。これ、安倍派に何か恨みでもあるんですか。まあ、これがなかったとも言えないところがありますね。なかったとも言えないんですか。はい。2020年に、これ安倍内閣ですが、業務遂行上の必要性という理由でですね、その当時、検察ナンバー2の東京高検検事長だった黒川博文さんのですね、定年を
半年間延長するという閣議決定をしたんですね。ありましたね。その黒川氏っていうのは確か新聞記者たちと賭け麻雀やってた人ですよね。そうです、その方ですね。はい。はい、おっしゃっていただいた賭け麻雀問題の発覚によって、黒川さんは引責辞任することになるわけなんですが、この黒川さんという方はですね、当時、政権中枢に非常に近い人物で、官邸の守護神とまで言われるほど、これも安倍政権からの信頼が厚かった人物なんですね。で、当時の安倍政権は、この黒川さんを定年退職させず、これも検察官としては多分史上初なんですけれども、あえて定年延長させて、検察のトップである検事総長に据えようと考えていた。だこれに対して、その森本さんはですね、政権の側が検察の人事にそこまで手を突っ込んだということに、非常にこう怒りを抱いているわけですね。そういうこともありまして、何としてもその安倍派の議員を挙げるということに、非常にこう執念を燃やしているのではないかというのも囁かれているんですね。そういうことなんですね。それで最近の新聞もみんな安倍派に、この安倍派だけをと言った方がいいのかな、ターゲットにした記事になってるってことですか。新聞がというよりですね、あの新聞記者が取材をしている、検察の関係者などが、やはりやっぱり幾度に安倍派のことを喋っているのかなという気がしますね。はい。で、やはり裏金は存在してるんでしょうか。そこですね。その問題視されているのがですね、派閥のパーティーの、パーティー券収益のノルマ超過分が議員にキックバックされている。しかもそれが裏金化してるんじゃないのかということなんですけれども、我々の取材にですね、ある安倍派の議員が答えてくれたんですけれども、はい、結局そのキックバックされたお金っていうのは、自分で使うお金ではなくて、自己管理でプールしてるんだと。はい。いう言い方をしています。これも、案に、キックバックを認めているんですけれども、同時にその議員はですね、ノルマを超過した分のお金っていうのは、一時的に手元に留めているんだけれども、あくまで、その派閥のお金、清和会のお金だと考えているので、例えばそのノルマをこなせなかった時に、その分のお金を、補填しているというような言い方をしていましたね。清和会のお金といえども、それが裏金ってことですよね。もう私自身はそういうふうに考えていて、ちょっとだけ説明しますと、いわゆるその派閥のパーティーで得た収益っていうのは、これはもう言うまでもなく政治資金になるわけですね。はい、政治資金に関しては、政治資金規正法にのっとって、収支報告書にですね、入りと出を記載する義務があるわけです、ね。はい、今回その問題になっている安倍派の議員に対するですね、キックバックされたお金というのは、派閥の方の政治団体の収支報告書にも、それぞれの国会議員の収支報告書にも記載がないんです。はい、記載がないっていうことは、これはもう裏金化しているというふうに指摘されても、これは仕方がないんじゃないかと私は考えています。はい、ただですね、この私ども取材した安倍派の議員はですね、一方で、このプールしたお金の原資っていうのは、いわゆる税金ではないんだと。はい、自分たちが集めたパーティー券の売り上げなんだというふうに主張されてまして、税金の不使用ではないのだから、これほど大げさに報じられるっていうのはちょっと疑問だよと話してましたね。佐藤さん、その議員こそ実名報道した方がいいんじゃないですかね。今回ですね、あえてこう内情を赤裸々にですね、教えてくださった方なので、そこはちょっとなかなか、言いづらいところもあるんですけれども、その一方でですね、今回その問題になるのは、政治資金規正法違反の中の、不記載であったりとか、虚偽記載といった違反行為になるんですけれども、はい、そういった違反行為の時効っていうのは今5年なんですね。はい、で、今回特捜部は、ここ5年間の清和会の事務総長をターゲットに動いていると。で、実際その5年前まで遡って事務総長を歴任された人ということで上がってきたのが、一番最初におっしゃっていただいた松野さんと西村さんと、現職の高木さん、3人からこの3人がターゲットになっているということなんですね。この派閥が開いた政治資金パーティーで、派閥に入ってくるお金っていうのは、基本的にはその事務局長という人が会計責任者になっている。はい。で、この事務局長っていうのは、党の職員であったりとか、秘書の経験者とか、担当されるんですけども、その上にいるのが事務総長ということなので、ターゲットがこのお三方になっている。はい。ということなので、寺島さんおっしゃってたような、萩生田さんや世耕さんは別に大物じゃないから狙われてないんじゃないのというのは、それはちょっと違いますよ。そうですか。大変失礼いたしました。はい。ありがとうございます。はい。今後、
問題になってくるのはですね、この捜査がどのような進捗を見せるのかということなんですけれども、このキックバックされたお金が記載されていなかったということに関して、はい、まあ、今いわゆる事務総長を務められている、まあ、国会議員の方々がですね、まあ、暗黙の了解があったというくらいのことでは、なかなかちょっとこう罪を問うのはハードルが高いかなと。とはいえですね、12月中旬の、まあ、臨時国会の後にはですね、まあ、おそらくこの清和会の事務総長経験者への、まあ、任意の事情聴取っていうのは、まあ、始まるんではないかというふうに、まあ、言われておりまして、はい、まあ、松野官房長官や高木国対委員長ですね、はい、まあ、記者からの質問に対してかなり歯切れの悪い対応に終始してますけれども、まあ、それはやっぱり、今後に特捜部からの聴取が待ち受けているというようなことも、まあ、影響しているのではないかなというふうに私たちは思っています。はい。さて、今週号の週刊新潮が報じている記事で気になる芸能関連のニュースがあります。ダウンタウン浜田、憂慮される意識障害という記事です。浜ちゃんの体調、何か異変が生じてるって話なんでしょうか？そうですね。これ先月末に浜田さんがですね、深夜にご自身の体に異変を感じられて、都内の大病院に駆け込んだという、まあ、情報がですね、一部の関係者の方からもたらされたんですね。先月の末ですか？はい。まあ、11月の27日の未明というふうに、我々は把握してるんですけれども、まあ、深夜だったこともありまして、救急外来でも対応となったそうですね。はい、で、対応に当たった医師は、浜田さんからですね、まあ、前日のことを全く記憶していないというようなことを言われたというふうに、まあ、ね、伝え聞いております。まあ市の診断ではですね、意識障害という判断だったようなんですけれども、はい、まあ、そのまま脳神経外科でですね、さらに詳しい検査を行ったと。脳に異常があるとなるとちょっと心配ですね。いや、本当にそうですね。私も浜田さん好きなんで、はい、大変心配してるんですけれども、今回まあ病院に駆け込んだことについてもですね、関係者に取材していきますと、あの日その浜田さんは、まあ、持病の偏頭痛が耐え難いほどひどかったということで、はい、まあ、ご自身の判断で病院に行ったんだ。まあ、他の方もですね、まあ、病院に行ったって話は聞いたと。記憶が飛んでいるとか思い出せないというような症状があったそうですね、というふうに話していたので、まあ、やっぱりちょっと心配ではありますよね。そうですね。まあ、我々としては経過見守るしかないんです。そういえばですね、体調不良を伝えられている大物芸能人、神田正輝さん、激痩せぶりというのは結構心配する声多いですよね。そうですよね。神田正輝さん、まあ、レギュラー出演されている、朝田生です、旅サラダ、テレ朝系列の生放送の番組をですね、3週続けて欠席されてまして、はい、まあ、ついにその先週の放送では、サブ MC を務めている、松下奈緒さんが番組の冒頭で、神田さんは現在、体のメンテナンス中で、しばらくお休みをいただくことになりました、というような報告をされてました。体のメンテナンス中という言い方がちょっと気になりますよね。いや、本当にそうですよね。ただ、今回のその、お休みに入る前からですね、神田さんの体調を心配する声は、これは非常に多かった。これ、ネット上でも相当話題になってましたけれども、神田さんのやっぱり見た目がですね、今年に入った頃から急に本当に痩せ細ってしまって、髪の毛もやっぱり真っ白になって、それから顔のシワもですね、もう深く刻まれて、急激に老け込んだなというふうにまあ言われていたんですね。これやはり病気が疑われるってことなんでしょうか？まあ、その辺のところはですね、なかなかその事務所からの公式な発表など待つしかないと思うんですけれども、はい、まあ、ここ最近もですね、どうも自宅にも帰っていないんじゃないかっていうような話もまあ聞こえてきています。で、芸能事務所の関係者の間では、自宅に戻らないっていうことは、入院してるんじゃないかとかですね、そういうようなことまで囁かれているので、まあ、こちらも非常に心配ですね。はい。まあ、深刻な病気でなければいいんですがね。こちらの記事、興味のある方、ぜひですね、今日発売の週刊新潮をお読みになってください。デイリー新潮編集部デスク、佐藤大輔デスクでした。佐藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。